うん、どうしよう。はい。ねえねえ、お父さん、適当にいても大丈夫？帰れなくなったりしないよね？これ多分切り替えとかなあかんよな、うんうん。イエーイ。そっか、敵が変わったら、強かったらニフラもできひんのか。スラリンより弱くないとダメ？っていう感じ？じゃあ回復しまーす。うん。だってこれさ、曲げとかんと、多分、上から来て、ここにまた下に帰ってくるってことになれろ。っていうかさ、めっちゃ水あるんやけど。おぉ。おぉ、たまらんね。いいね。だいたい切り替えとけばいいんじゃん。いえ、えい。レホマさんで。これに乗ればいいわけやろ？多分。あれでもいいんか。どうしよう。これ乗る？ん？宝。乗る？あー、なるほどね。はい。はい、もう一回、行ってきます。あれ？帰ってきてもうた。ねえ。オッケーオッケーオッケー。これでもう一回戻って。あれ？イエーイ！キューちゃんが死んじゃった。カンオケー、カンオケー、ザオラル。よし。まあ、回復します。今、どれに乗ってきた？あ、これで行って、もう一回乗れば、オッケー。おお。で、これにも乗れば OK？ おーおーおーおお。なんだこの見た目のこの違うやつは。うわ。私もトロッコ少し面白くなってきた。お父さんもっと乗ろう。今度、おじろおじさんを連れてきてあげたいな。こんなところに神父様がいるなんて思わなかったよ。え、どこ？おるか？どこ？イエーイ。神父様おるんやったらちょっと回復してほしいんやけどな。お、キューちゃんが成人になりました。成人式に行きましょう。ラリホー。神父さん？いいひんやん。何を見て神父さんって言ったん？そうだそうだ。タックンが呪われてる。で、そうそう、タックンがこのシャナクってやつ覚えてさ。あ、結構 MP 使うな。まあ、でも呪いはね、解かないとね。じゃあ回復ちょっとしま。あ、渡れへん。そうか、トロッコで来ないとダメか。これ切りか。お、神父がいる。でもなんか透明。はい。あ、おー。すげえ。で、あれ多分あのなんか魔法陣のとこ行ったら回復できるんやろ？よかった。薬草で回復せんでもよかった。もったいない。じゃあ、これやな。よし。はい。え、なんでもしかしてボスおるん？っていう、そういう合図？はい、まだまだ続ける。こんなところで終わってられっかい。おー、いいね。で、トロッコ自体はそこにあるから、これ切り替えて、でもそっち行ったらなんか宝とかある？上にあるな。あれはまたでも無理か。じゃあ切り替えといて、これで大丈夫やったかな。いえ、
えい。すぐにこれあるからいいね。よし、これで乗ろう。イエーイ。オッケー。で、これ降りたらいいわけやな。え？え？え、誰？え？え？わー、助けてくれ、誰か。え？引かれてるやん、デクダン。もう切り替えポイント使えばいいわけやろ？はい。え？え、生きてる？大丈夫？あ、こっち？え、おらへん。あ、おっと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 。え、大丈夫？ザオラルしとく？イエーイ。おお。お、イエーイ、たっくん。おっちゃん大丈夫かな？薬草も持っとるし食べる？よかったらお裾分けしますぜ。まあ、いっか。よし。浮いたった。ありがとうございました。うっかり乗ってしまいか。ええ？私はプサン。プサンってなんか聞いたことある。そんな国なかったっけ？かつて、マジ？こんななんか司会者みたいな感じになってるのに。お見受けしたところあなた方も天空の城に本。マジ？え？え、戦ってくれるの？マジマジマジ？天空の民というのは長生き。へえ。しかし20年待ってるとさすがに薬草食う？プサンって変な人だ、変だよ。不思議な感じがするの。うん、変やと思う。イエーイ。もう一回回る？あれ、こっから来たんやんな。で、一回レバーを切り替えといて。え、どっちやろ？わからんから前、このまま行くか。ん？いや、戻ってきたな、今。でも、これさ、ループしてるんじゃねっていうね。乗らんでええやんか、これ。え、プサンって何のためにおるん？なんかしてくれる？この後。回復とか。してくれへんか。じゃあ、まあまあ。はい。はい。はい。ひどい、これはひどい。今のでMP だいぶ持ってかれたやん。ちょっとタックン回復手伝って。うん、いいよお父さん。回復手伝う。間違えて今、なんか全然違う呪文使っちゃったよね。リレミトとか使わんでよかった。ベホマ？うん。スラリもやばいじゃん。はい。で、どうしようかな。こっち？あー、で、これを変える？乗ってみる？あれに。やばいやばいやばい。ベホマ。ベホマ。ベホマ。ちょっと一旦。一旦さ、さっきの神父さんとこ行こう、神父さんとこ。すぐこっちじゃなかったっけ？違うっけ？よし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 。はい。オッケー。よし。オッケー。で、これに乗るか。いえ、えい。それでもこんな状態。
あ、ソラリンも。ソラリンも回復しとこう。よし。これこの状態やと向こう行くん。か。こっち行けるといいよね、こっち。ああ。いえ、えい。お、よかった。誰かレベルアップしそう。おぉ。キューちゃん。あんまなんかステータス上がらんの多くなかった？はい。ん？はいはいはい、オッケー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 、理解理解、オッケー。回復は怠ってはいけない。いや、スラリンがザオラル覚えててくれててよかったわ。しかも一発で決めてくれたわ、偉いわ。主人公とは大違い。あとタックンとスラリンで、よしよし、トロッコに乗るぞ乗るぞ、イエイ。からの、イエーイ。あーもう敵出ろ、イエーイ。お、誰かがテリテリー。お、これでこれでちょっとは2フラムで消えるのが増えるんじゃねえの。なんだか落ち着かないの、プサンさんと、プサンさん。ふむふむ、テクタンは随分苦労、呼び捨てかーい。はい。お父さん、とにかく先を急いで、なんで？あれ、なんか家あるで、家、家。え？え、泥棒やん。この遺跡はかつて邪悪なるミルドラース、ああ、が、神に、へえ。あるいは、神が心正しきものみ、うん。学者か、囚人かと思った。あるいは真実を探る勇気が足りなかったのかも、へえ。なんもないんか。学者様って自分で調べないで人を使って発掘するの、そんなのなんか違う。まあ、それが世の中なんだよ。うん。こんな楽しいところ悪い奴に作れるわけないよね。絶対神様が作ったんだよ。いや、難しいもんだよ。わかる？勉強しているから、そうやって発掘する暇がないから、やっぱお金で人を雇ってだね。っていうか、ここ来ようと思ったらトロッコ乗らなくても行けたんじゃん。歩いて行けたんじゃない？そうでもない？こっちなんかある？イエーイ。めっちゃ仲間呼ぶ。うっとうしいわ、ほんまに。まあ、経験値容器入るからいいけどさ。おう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 。ブバーハ。何ブバーハって。ここで見れへんか。まあ、後でじゃあ見るか。あ、階段、階段、階段。え、あれ、宝箱の近くやん。よし、ブバーハ見ると、ブバーハ。ブバーハ。炎や、へぇー。なるへそ。いえ、えい。お金溜まっとる？お、溜まっとる。タッカラン、タッカラン。あった。へへーん。祝福の杖、マジなんか良さそう。戦いの時道具としても、台は装備できるん。台は無理やんかい。ドロドロとか使えそう？また外に出た際に。
じゃあなんか鍾乳洞の奥に行こうか。いえ、えい。ベッホマー、ベッホマー。ボスとかおったら絶対勝てへんと思うんやけどさ、おらんよね。おらんといてほしい。またかよ。この服どうです？はぁ、どうしような。あーもう嫌や、敵。いえ、えい。敵とトロッコでもなんかごっちゃになる。こうして、こうして、うん、オッケーオッケー。うん、これも変えなあかんっぽいね。よし、これで向こう行けるやろ。乗るぞーい。あう、ガツガツ。これ間違えた。足りひん MP。 ああ、それでこっち行けばいいんやろ。レベル上がっていくんやけど、お、ルカなんか、はい、死にました。よし、へえ。で、ベホマン、ベホマン。だってここドロこない。え、え、は？え、どないしろって言うん？え？あ、あった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 。はい、びっくりした、よかった。で、やばいね。回復します。切り替えるか。切り替える？乗ってみる？あれ帰ってきた？違うか。いえ、えい。飛ばんでええとこに飛んだな。考えろ。考えたいんやけど、敵が出るんやって。いえ、やっとこの辺の敵も2フラムで消えるようになってくれた。ちょっとじっくり見て、今そこにあるから、どこに行ければいいかを考えなな。え、この上？いえ、えい、流戦士は2フラムで消えへんかった。あ、あの丸トロコ僕も乗りたいか。20年ぐらい降りられへんねえで。これでどこが変わるん？
え、どこ変わった？え、見えへんとことかやめてよ。こうして、あそこか。でもこれ向こうに飛ぶことに意味はある？ん？この上がすっごい気になるんやけど。イエーイ。あー、めっちゃ肩凝ってきた。希望としては神父さんのところに戻りたい。あ、持っていきよーい。イエーイ。あー、誰かがスラリン上がって、スラリン、あー、たっくんか。スラリンが上がったら2フラムで消えるやつが増えるのになー、なんて思ったりする次第であります。ベホマでスラリン、ベホマでテクタン、よし。あ、怒れた。へい。お。あれっていうか、こっから来たんだっけ。いや、こんなとこ初めて見たわ。くるりんくるりん。いやね、ぐるぐる。いやいや、誰かと話すとは久しぶり。私は、アメンボ赤いな、あゆ、アホケ。天空人なのかな。だって今まで会った天空人さんと全然違うよ。それに、詐欺に当てるんじゃない。はい。おお。おすげえ。おお。おお、なんかテクタンの髪の毛、なんか葉っぱみたい。うわぁ、汽車もついてきてる。すげえ。これもしかして、いいとこ行ったんじゃん。お、びっくりした。え、おぉ、え、なにめっちゃ綺麗。なにこれ。え、なんか水族館みたい。え、すごい。あれでよかったのかな。ちゃんと探索できた？できてた？うわ。う、く、ぷはぁ。あれ、息ができる。水の中だから僕てっきり。懐かしくてつい涙が。いい、嘘泣きですけど、何こいつ。天空城も水浸しか、あとで湯を越さないくてはカビだらけでは嫌ですからね。ペケキお城か。うわぁ。え、あ、びっくりした。進めんと思ったらなんか水があるんか。なんだかここにいると寂しくなるよ。天空の城がこんなにボロボロ。ああ、柱がそうか、折れとるんか。水浸しやし、水浸しティー。あ、いけへん。あ、わかった。これさ、なんかきっとなんかがあって、そのうち上に行くんやろ。そのなんていうか、天空に登った時にこの水浸しじゃない部分に乗れるみたいな。あれ、出られへん。うん。でもこの城、なぜ天空から落ちてしまったのでしょうね。ちょっと想像してたのとは違ったな。でも綺麗やん。20年前この城もさ、知りません。何十年前だっけ。はあ。セーブしたい。いわゆる私の体力の限界です。あ、もうまっすぐここに来たらいいんか。あれ、視点がそんなに回せない、ここは。じゃあちょっと真ん中に行こう。あ、人全然おらへんのやな。どんどん行っていい？あ、玉だ。やはりここにも誰もいないようですね。あ、そうそう。へえ。
どこやねん。ヘンリーと一緒やないやん。あ、この辺ってこと？僕、部屋の片付け嫌いだけど、これからはちゃんとやるよ。お城は綺麗な方がいいもんね。偉い。わあ、海綺麗。どこ？私今の水浸しも、うん、綺麗じゃ綺麗やもんね。え、どこ？階段。玉座の後ろ、後ろだしょ？後ろだしょって。あ、ここ？オッケー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 。なんで出てこへんかったやろ。おー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 おお。めっちゃ下に続いとる。おお。え、怖っ。真っ黒やん。あ、真っ黒じゃなかった。え、なにこれ。え、でかいなんかあるやろ。間違えた。何か光ってるよ。なんだろう、懐かしい感じがする。マジ？光っとる。え、こっちは何もなさそうよね。行けへんよね、そもそも。あ、行けるわ。光ってる、これ？このお部屋他とは違って、魔法の匂いがいっぱいするの。びっくりした。一瞬いっぱいが酸っぱい匂いがして、酸っぱい匂いがするんかと思った。もっと奥へ行ってみてください。食材を調べたシルバーオーブ。シルバーオーブ。ゴールドオーブ。玉。言ってもだー。え、これは一体、あ、それで沈んだんか、バランス崩して。え、でもこれどういうこと？なんでさ、あの、ソフィア？ソフィア？エリックとソフィアか。がなんでゴールドオーブ持ってたん？でもさ、ゴールドオーブも、あれ、ゲマが潰したよね。セクハラって。この穴は、確か大昔邪悪なものが誕生するときに開けた穴。この穴から、そして残りのオーブ、一つでは、はんはんはん。へぇ。これでて、この城が天より落ちてしまった。うん。しかし、ゴールドオーブは一体どこにいたでしょうか。うん。え、そんなんできるっていうかさ、過去のテクタンが持ってたけどさ、それさ、あれちゃん、過去の、テクタンは、なんていうか、今のテクタン、今っていうか大人になったテクタンと合ってるけど、え、なになになにこれ？おお、綺麗。瞑想？妄想？空想？空想科学読本？え、めっちゃ空綺麗。うわ。ドガース。ドガースドドガドシャー。全然合わないね、今の雰囲気と。合わない歌を歌ってしまう。うわ。え、なんかこの音楽聞いたことある。あれ、あれや、あのベラちゃんの音楽じゃない、あのフルートの。あ、これがで、あれやな、あのレノール城。あ、それであの二人が拾ったわけか。おお、なんかめっちゃ怖いんやけど、雰囲気びっくりした。おお、それでそこに落ちて、え、びっくりした。またこの音楽。あ、あ、もう、あ、持ってた。あ、うん、俺よね、持っていきます。ほんほんほん。うん、坊や、不思議な宝玉を持ってるな。うん。え、なんでそこまで遡るん？うわ！パパス。
パパ。あ、ここで割られるんや。パパス。ギリギリちゃん。このシーンもう一回流すのはちょっとあれやろ。ちょっと酷やって、残酷やって。もう二回もこのシーン流さんでいいってもう、パパかっこいいな、でもやっぱりこう思うと。偉大やったんやな。あ、ジャミーがいる。ジャミーはもう倒したけどね。もうこのくだりいいっす。このくだりはもう。テクタンかわいいな。あ、セクハラタイプ。タイプじゃない。スーパーセクハラタイム。パキーン。と、まあ、ここで砕け散ってしまったわけですよ。で、まあ、今から奴隷生活が始まります。ぬん。という感じでした。なんということでしょう、オーバーすでに壊されていたようです。もしや、この城は二度と天空には？いや、ちょっと待ってください。確か伝説は二つのオーブは、妖精たちの祖先。ほうほうほう。あ。妖精の村に、うん、あった、知ってる。おー。これでまたベラちゃんのとこに会いに行くわけか。なるほど。こっちは何？出られへん。いや、まあ、行くんはいいけどさ、行くよ。もちろん。どうやって出るん、こっから。え、ルーラー使える？あ、よかったよかった。飛べた飛べた。で、サンタローズのあっこに行けばいいわけね。なるほど。これさっきの天空城。あ、弾けるわ。よかった。よし、じゃあ。今日どれぐらいしたやろ。あ、でも2時間ぐらいしかしてないかな。多分パート2つ分になってると思います。じゃあ、境界こっちか。うー、めっちゃ肩凝ってるわ。ゲームするだけでこんな肩凝るんやな。よし。あ、金溜まってる。いいね。あー、だからスロット1ないんやってば。これで。どこ、あ、これちゃう、これちゃう、これちゃうよ。海底、さ、え？どれや、地下遺跡の洞窟で32時間ね、すでに、はい。なるほど、じゃあ33時間ぐらいになってるんかな。まあ、いいでしょう。はい。では、はい。話はちゃんと進んだぞ。うん。今回はこの辺りで終了したいと思います。ご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。